いやー、実況とんのね、2週間ぶりなんだわ。でね、そのね、2週間ぶりの背景にはね、最近のね、自分の胃の症状があったんだわな。胃の症状っていうのはさ、胃痛がすごくてさ、結構前から。この前のパートにも言ったかな。胃痛がすごくてね、それがちょっとひどくなっちゃったんね。仕事してる時すごい痛んだり、すごい吐き気を催したり、今ね、この実況を撮ってるのは、4月の28、でね、すんごい痛感じてね、ちょっとね、昨日仕事用の早引きしたのね。で、医者行って、で、胃カメラ飲むことになったんだわな。胃カメラ飲むのが先なんだけど、5月6だから、多分この動画開けてる頃には飲んでる。もうとっくの前に。で、次の動画ね、生きてれば緊急報告してる。だよね。というわけでね、最近胃痛がすごくてね、なかなかね、実況もね、撮れずにいたんだよね。やっぱストレスなんかな。ティラノ愚痴吐きチャンネルね、今やってますけど、ラジオみたいにね。やっぱり胃の痛みと、やっぱ吐き気。で、溜まりやすいストレス。これはやっぱり、なんやろな。仕事の弊害って言うべきなんかね。慣れてきた頃に、そういう風になる。怖いね。まあ、今日はね、ちょっとね、薬ももらったんで、胃腸内科から薬もらったんで、今飲んでますけど、結構今のところね、いい方。胃の痛みはないっす。だからね、ちょっと今のうちにやっておきましょう。2週間ぶりです。せーの、ほいっと、どうだ、これでいけるだろう。あ げた、あげた。ここまであげればいけるんじゃないか。だいぶね、で、ちょっとね、皆様に先に言うべきことがありまして、このレベル上げした場所がチャンピオンロードの手前の草むらなんですよ。つまりそれまでのバッジの過程は全て通ってしまったので、皆さんにはちょっとね、一つ一つバッジを見せる空間をお見せできなくて申し訳ない。ちょっとチャンピオンロードの手前の草むら、レベル40ぐらいの、チビたちを倒していって、レベル上げしました。で、ルナ43は、どうせまあ使わないし、いいじゃん、ということで、で、じゃあ、ステルス見ていこっか。ちょっとね、タウムシティでね、タオリンとかも、リゾチウムとかタオリン、あれも使いました。ぶっちゃけ言いますと。使いました。タオリンとかリゾチウムとかもちょっとパーってかって、パーって使いました。お金すごいあったから、ちょっと使ったわ。で、まあこんな感じにね、ちょっと皆様育てていただいて、さて、今回リベンジをいきたいと思います。なるほど。レベル50までいけるっしょ。そう、55だから、そう。レンタルポケモンはね、レベル50、レベル55を倒せるんだよ。レベル55の番組はそう、レンタルポケモンレベル50は倒せるんだよ。というわけで行きます。よっしゃ、行こう。いやー さっきまさかの そう、さっき2週間前だね。よっしゃ。2週間ぶりのプレイ。手持ちは忘れた、レミリア以外は。さあ、何が出てくる？スイカ！レベル50！地面炎なはず、こいつのタイプは。波乗りで一気にいけるぞ。ってことは。三進カメのご用意してきます、向こうは。よっしゃー！冬！まあ、波乗りこれ弱点取っていきましょう。これで波乗りで架空にまで持っていけるんじゃないか？オッケー！いいじゃない。こんなハイテンションに実況してると親が帰ってきたら、もう、取り返しがつかない。怖いわ。天使。天使も地面だな。拾いに行ったらさ。スイッチャーか。天使ね。天使も地面タイプだから、ただ避難に出してくるってことは何かしらの有効弾を持っている可能性が高い。なので、ここはリリーブラックで行きます。で、リリーブラックで、地面タイプはもちろん無効だから、岩流れとかあったりするのかな。そうすると多分やばいな。さあ、天使。47レベル。こっちも47レベル。互角の戦いができるぞ。ちょっとレベル差がこの前激しすぎだね。どうしよっかな。飛翔は効かなさそうな気がする。悪の鳩で。特殊で行こうか。天使欲しかったけど出ないんだよな。どこにもいないんだよ、天使。でも天使が欲しかったね。一戦なん、なん弱点取られたらと。なるほどね。そうか、一戦をするために避難に出したんちゃうかな。
だからリリー・ブラックが先制できたってことは、リリー・ブラックも152、早いなお前。ルナ・チャイルドで、エナジーライト。ルナでエナジーライトしよう。悪の波動であんだけ取られたから、やっぱ特防は低めだと思うんだよね。で、弱点取れるはずだから、エナジーライトで。で、これで弱点取ったら一発で取れる。よし、弱点取った！よし、いいね。ルナ頑張ったよ。いいよ。十分、お前も十分だ、働いた。よし。来たー！いきなり来た！嘘、もう来た！デビリア、来たぞ、レベル55の三振画面。さあ、来たぞ。あいつは怪力で一発でやってくる。となると、リリー・ホワイト、リリー・ホワイトのしかかりで麻痺を狙おう。ルナで行くのもいいかもしんないけど、デンジャーを巻いて。ルナまだ、さあ来たぞー来たぞー、ボーマンダーみたいな強さしてやがる。こいつ攻撃クソ高いんだよ。さあ何をする、フィザーダンス、怪力を一発耐えないと話にならない、耐えろルルルホイト、俺の持ちキャラ耐えろ、キャー、え攻撃力上がったって何、え、上がんだあれ、あれ攻撃で上がんのあれ、怪力マジか。あ、フェザーダンス攻撃下がらねえじゃねえか。そうか、こいつは下がるもんと勘違いしてたら、やべえ、自己回復技だ、やべえ、死んだ。いや、まだ死んでない、まだやられてない。くっそ、の仕事してるよかった、今勘違いしてた。2週間ぶりやらせとった方、フェザーダンスが何かを、やばいね、攻撃上がってもうだらけやねえな、きついんじゃんかな、これ。いやー、マジかよ。デンジャーデンジャー、ここはデンジャーを巻くしかない。ヘビリア、お前、あんたの無双ゲームじゃないんだよ、これ。このレビリアの処理だよな、一番難しいのは。デンジャーを一回でもかければ。間に合うか。早い、早すぎる。ハートブレイク。もう、やっぱ冷静しかいないのか。冷静で、一発で行くしかない。レベル50こっちも垂れてたぞ。レベル50こっちも垂れてた。それならばいけるはず。頼んだ。こっちが先に動け。ゴー、よっしゃ来た、いっけー、しゃーい。レベルは全てだよ。そう、レベルでしか合流。レベルが全て。レベルだけがもう常識の社会。現実でもね、レベルが全てですよ。よっしゃ。あと2体。油断せずに行こう。避難できるはずやけど。さあ、こいつは、なんだったっけ、タイプ。もう、まあ、まあね、2進化目でもいけるということですね。はい。うわ、出た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 。マジで言ってんの？爆発パンチ、お前。待って待って。って言って何？後ろ何？爆裂パンチ打ってくる。次やられるような、ヒネ。ヒナね、ってことは爆裂パンチで冷静に弱点にあったら、冷静に絶対回したくないから、レイラと冷静に残り頑張ってみる？無駄に、なんか無駄やな、それは。あ、よし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 、傷薬を引きた。しゃ。それならいいや。入れ替え取ったら逆にこれはまずかったかもね。よし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 。前回こいつに何出してたっけなってなってるけど今。まあ、これだったらいけるんじゃないか、道具も減っていくしね。だからもう一体の時にちまちま削ってても勝機が残るというわけだ。あ、いいじゃん。ギガドレインでもよかったかもしれないね、これだったら。まあ多分もう時すでに遅いから無理か。まあ。よし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 。いいよ、ヒナ大丈夫大丈夫。十分。で、遊戯の素早さがわからないんだよな。ヒナよりは早いのわかるけど。ダダダダダダ、おのおのパンチ。で、まあレイラで行った方がいいか。レイラで、マルバーソで行こう。さあ、レイラ。さあ、どうしたもんか。とりあえずマルバーソで先制取れたらいいんだけど、先制取れるか？よしよし、先生取れた。ないないないし、ないし、ないし、ないし。よし。さあ、ラストなんだ？ラスト何が来る？あー、お前かお前かこいつ、タイプ忘れた。これ、リリー・バークリーってやつだ。
リニーブラックできたやつだね、これ。もったいないな。獣タイプが残っとったか。獣断りだと思うんだけど、確か。それか、鋼でもついとるからな。これ、この前も言ったんちゃうかな、多分。キャーン、残っちゃったか。アドベント系で残っちゃったか。かー。忘れてたー。リーダーを襲う。地面ついてるのは K ってことは。それか、鋼か。鋼ついてるからか。あるいは。どうしたのか。自分攻撃しようって言うか、それか。いや、それはよろしくない。ちょっと、少し、よしステミタックルとかバカじゃねえ、お前。いけ。よし。これで、いっさとなったら最悪冷戦の一発にかけて、それでいけるんじゃないか。よしバカステミタックルなどしているからそういうことになる。あ、もう勝った。これ勝ち確ですわな。あ、これ勝ち確ですわ。はーい、ありがとうございます。勝ちました。ステミタックルの戦線で、うん、まじか、弱点取られてんじゃねえか。はい、いや、容赦ともだ俺。ありがとうございます。はい、レベル上げた回はあったわ。よかったー。激しい戦いでした。ありがとうございます。一番自分戦いが良かったんじゃないの？今回は。よかった。やったねー。やった、ポケモンリーグか。おらんくなったんやけど。はぁ。終わったなぁ。で、今回、もう一つね、多分、イベントがあります。確か、僕の覚えでは、ここの西の道。そう、ずっと前に自分は、アヤと、サナエを相手にしてました。で、初めてのトレーナー戦をやってたところですね。西の道は、ライバルともう一回戦います。はい。そうです。バッチ8個集めてあそこに行くと、ライバルともう一回戦います。つまり、もう一戦、燃える試合があります。今回は対戦会。あ、いいんじゃないこういうの。意味悪いわ。そう、隣の道なんでライバルがいるんで、ライバルも倒してから、ポケモンリーグに行くっていうわけですね。それも兼ねて自分レベル上げたんです。平均的にね。で、問題はね、その、アーヤとかさ、タイプ変わったでしょ、あいつ。で、まあ一回これで行こうかと思います。ショッペンはな、アーヤなんだけど、素直に電撃がなぜか効かなかったんだよな。あいつタイプ何が増えたんだろうね。さあ、というわけで行きましょう。ライバル1戦目。多分まあ、こっちの方が難しいよ。均等に。自分のポケモンって結構偏ってるからさ。これ。さあ行きましょうか、じゃあ。来たー！やっぱりな。あ、テラーこんなところなんて、やっぱりテラーもポケモンリーグを目指してるんだね。すごい、バッチも全部集まったんだ。うん、さすがテラー。それじゃあ、ポケモンリーグ行かない二人でウォーミングアップしようよ。いざ、勝負！これが強いんだ。さあ、どう来る？6対6か！たぞ、あや50レベル！なんと50レベルか。いけるかな、これ。電磁波するか。あ、こっちの方が早いな、でも。なんで？なんで幻想分野より3要素の方が早いんだ。追い風だ。やばい、積んできよった、あいつ。積むか？まあいいや、とりあえずここは。うわ、ブンブンブンしちゃうか、ブンブン。素早さが上がっていく。さあ、放電でどこまで削れますかね。普通なんだよな、これが。よし、さあ。なんで、あ、エアスラッシュで行こう！行け、エアスラッシュ！おらー！効果は今一つのようだ。昼で動けなかった。よし、これだ、これ。これがやりたいんだ、これが。これや、これや！エアスラッシュ！おっちゃーっ待て。昼で動けない。よし、それでいいんだ、それでいいんだ。ちょっと待って、なんか今、クールみたいに戦法してんじゃねえか、これ。エアスラッシュ！さあって動けない。よし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 
クズみたいな戦法取ってんじゃねえ今自分。優しい優しい、ほい待って、おいしそうや、いやあ調子に乗るか。リリーバックで返しの飛翔で倒そう。効くかな。ちょっと待って、エアスラッシュ今効果今ちょっとやってなかった、もしかしてエアスラッシュは効かなかったよな。飛行が効かない、なぜか飛行が効かない、なぜか飛行は効かないってことか。ってことは悪の波動さ、これ倒せるかどうかわかんないが、うっそ、しかも動きやがった、あーまあもうなあなあくっそなんでマヒなのにそない動くんや。もっとアヤを、アヤでこんな手こずってるとやばいぞこれ。ちょっと待って、嘘マジで言ってんの。マジでパルキアスやばいなあかんこれ。壊滅しとる、アヤごときにこんなパーティー壊滅しとる。ちょっとアヤは先に突破しないといけないやつだよ。なんでこんな動くの、なんでこんな早いの。待ってうわぁ、ボロ負けしそう。もう先見とこ、こうなったら。小笠がいたのか。レイラーやられちゃったなぁ。もう無理やな。この勝負は捨てた方がいいな。まあ一応経験値のために一匹でも倒してみるか。小笠48。さあ48の小笠が怪しい風に行こうか。おお前もシャドーボール。あ、いいね。怪しい風攻撃。これ弱点は取れるはずだから。ああ、いいね。ヒナに小笠ぶつけられるな。普通に対面でこうやってやったら勝てるな。あ、いいね。なるほど。レベル的に互角だから、まあ、さっきのアヤをなんとかすればいいか。でもこれじゃまた劣勢すぎて無理やな。ちょっと無理やな、これは。勝つのは無理やな。そうか。とりあえず先を見とこっか。どんどん。で、ちょっと待てー待てーレームを繰り出そうとして、バカ野郎お前お前、化石のポケモン持ってきたのかアグマリア泣いてるぞ自分がマリサ選んでしょ。あいつ泣いてるぞ、きっと。マジで？なのさ、お前、あのマニア奪ったの。目に意外と腹黒いのね。うわぁ、48レベルエム。あ、リーダーちょっと効かないか。ってことはまさかお前、吐き！まさかの浸透タイプでした。浸透と来たか。てか、レーム遅いのね。いやー、さ、ちょ、お前もか。お前、浸透タイプか。ってことは。あ、もう無理だ。もうここまで来たら無理だ。人思いにやってくれ、もう。マナバースト！あれ、こいつ覚えたっけ、レベルで。レベルで覚えたのか。断りが効いたぞ。あ、レベルで覚えたな、そうや。忘れとった。だー、発見はダメだ、発見は。うぅ。先見ることはできるけど。あやで結構消耗したな。あやでもうちょっと、スピンに勝てたらよかったのか。かなこ！あ、もうサンタオラと、サナイゴ3機がおるんやろ。ああ、もうあかん。マナバーストのエンダースしかないけど、多分無理や、勝てへん。無理や。わ、ジーン2！ 曲がりすぎやがな。ああ、まあ、これはしょうがないわ。これはもう自分のね、ミスやわな。ああ、うわ、自信やね。もうアホちゃうの。ポイズンボムしてもらったし、弱点取ってるし、なんで弱点取れた今。おお、残り2体まで削れるな。ああ、もうダメだ。もうダメだ。ああ、ダメだった。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。うわ、まさ来た。ちょっと待て、今さっきあったやろ。あ、違う、自分キングクリムゾンしたんきっと。
まあね、そっちがね、霊夢使うって言うならしょうがねえわ。話は別だ。お前霊夢使ったよね。その事実を認めるなら自分はあれを使ってもいい。行くぞマリサー来たー陰ながら遊んでたうちの一番手、行くぞ10万ボルトそう、自分ちょっと陰ながら腐らせておりました。43レベルですがどうでしょう。思ってるダメだ、思ってるダメだな。参ったな。よし、追い風積んどる積んどる。よし、10万ボルト、これ3分の1持ってきるからね。で、マリサな、低防御なんで、やっぱり。それ、よし、来たマヒー、運に助けられた。よっしゃ、運に助けられたよ。まあ大丈夫やろ、これ。よっしゃ、マリサ頑張った。初陣頑張ったよ、お前。ずっと後ろで戦ってたよな。裏のレベル上げの時。よっしゃ、マリサ頑張った。代わりにルナ今外してます。そういうことだよ。あると思っ、そうだ来るとは。諏訪湖？待って、なんで諏訪湖来ちゃう？諏訪湖水タイプだよね。と思うじゃん。地面入ってる、あいつ。あいつ多分地面入ってるから来たんだわ。で、ヒナで行く。ギガドリにする。多分、あいつは入ってるな。落ち着いて対処していきましょう。ギガドレインで弱点を多分取れると思います。多分水ターンじゃないな。こうやってきたってことは。ギガドレインで4枚取れるでしょ！弱点取って！うわ、俺。水ターンか。それともヒナの攻撃力が低いのか。まあ、ただこれだったらご了せるな。多分ダメージレース的に大丈夫そう。うん、大丈夫だね。いけるいける。ヒナ大丈夫だよ。え、カナコはヒナで落とせるっていうのは、地味に。神通力でやられる可能性もあるか、でも。断りだし、あれ。多分。あー、波の、耐えるか、ここ耐えるか、ここを耐えるか。よっしゃー！ OK！ あれ？乱数か、地味。まあ、さっきの戦いでね、アヤをね、ついにスッて落とせたんで、ちょっと運がらんでたけど。結構いい感じですね。デビルも互角。これは腕の勝負だよ。さあ、次何入れる？小笠。小笠ヒナで落とせたんだよな。レイラで行こう。代わりにレイラで行くしかないね。で、ここでシャドーボールか演奏で行こう。ボールをゴールにシューする必要はない。演奏で一気に行くしかないな。おい、フォー、ワン！二角に取れるか？おー、すごい！やるー！いいじゃない。よっしゃ、無傷の勝利。いいじゃない。レイム、レイム、レイム来たよ。浸透タイプ、あいつは。ってことは、断りを一回でも使いたいってことか。マリスは使えないな、多分。断り技がない。冷静。はっきりしに来るんだよな、あいつ多分。で、マナーバース落としたいから、ちょっとヒーナーごめん。ヒーナーをちょっと、倒されておいて、レイラで、あと、後出していく。飛ぶズボン。ダメか！まあ、しょうがないよな。で、レイラで、マナバーストで、削っていきましょうか。いい感じだね。今のところいい感じに止まってます。はい。まだ、サナエが出てきてないけど、あいつは多分55レベルとか出てくんだろ。で、だから断り残しておきたいんだけど、待って！危ねえ！今なんかとんでもない技が見えたんだけど。なんだ、大文字ってバカ。まあ、所詮85% の命中技を使う時点、お前はね、ちょっとね、ダメなんだよ。いや、命中 100% こそ正義。自分そういうタイプやったな。ハイドロポンプとか使わないタイプね。かなこか。ヒナやられちゃったな。神通力で弱点取れるから、断り地面の可能性が高い。やべ、全員弱点取れる。やべ、全員弱点取れる。やべ、全員弱点取られるんじゃない？かなこ。自分、かなこに弱いな。リールバック。影打ちがあった。少しでもいいから、頑張ってくれ。一発耐えてくれ。影打ち！これで弱点を取れるはず！え、普通じゃん。あ、ジーン、ツー、うれしい！ぐわー。あー。かなこさっきポイズンボムで倒してたよね、自分。
今度はカナコがすごく重たいんだけど。まあレイラで行くしかないか。演奏最大火力。よし。次耐えて。まっ！大丈夫だ。よし、弱い。なんかちょこちょこ変な技入っとんな、あいつ。読めないわ。よっしゃ、でも倒したよ。あと3ライだけよ。ここまで来ればいける。3ライ来た。3進化目じゃない、2進化目や、しかも。2進化目なら同等の勝負ができる。冷戦頼んだ！エース対決エース対決行きましょう、ここ相手。56かいっけ俺の方が強いんだよ三角あ、ジーン・ツー・レキくっそ、誰この野郎卑怯だぞさすがにきついか。いや、もういいや。すまん、冷静。それか、急所出せば勝てる急所出せば勝てるぐらいだよ。ははだよね。わっつ、なんでちょこちょこ変な技覚えとんの、熱風って。まあ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 ね。もう勝ちましたということですよ。もう勝ち確ですよね、ここまで来れば。待って待って待って、熱い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 。マジで食ってんのかよ。よし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 。よしよし、倒した倒した倒した。はい、シンクロさようなら。よし。よかったー。はぁ、あ。あ、ほら。お前の範囲は道具を使わないことだ。はぁ。いやー、熱いバトルだった。いやー、胃に良くないバトルだったけどね。はい、というわけで、次回からね、チャンピオンロード行きたいと思います。次回どんな何週間後になるんだろうか。仕事忙しいし、診察あるし、体大丈夫？持つ？いやー、というわけで今回これぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。